ダメだ、追いつけない。はあ、あの夢の中みたいに身軽で強かったらいいのに。夢の中の僕、アスラ。アスラ見て、ここからだと地上がよく見える。緑が多いわね。地上はもともと天井の一部。俺は別れてしまった地上を再び天井と一つにせねばならん。地上は天井界を乱そうとしたならず者の牢獄よ。天の神たる力を奪われ落ちた、それが人間だが、そのならず者こそ天井の調和に不可欠だったのだ。今や人間の祈りなしでは維持すらできん。しかしそれでもまだ足りんのだ。なおも地上の人間の魂を借り、この天井に還元させてかろうじて維持しているという有様だ。地上に落ちた者が天井に戻れば、きっと私たち天井の者に牙を剥く。俺が終わらせよう。ラティオの奴らを腕ずくで分からせてくれようぞ。私は怖いわ、ならず者がまたこの天井に戻ってくるなんて。世界があるべき姿に戻るだけだ。そうすればもっとマシな世になる。だから恐れるな。お前を守っているのは誰だ、アスラ。何も恐れることなどなかろう。俺についてくればいい、信じろ。負けたー。ルカよ、お前何立ったまま寝てんだよ。お前のせいで負けたじゃねえか。そんな突っ立ってればいいって言ってたじゃないか。ああ、似てろなんて言ってねえだろ。くんにゃる、罰ゲームだ。全速力でホットドッグ買ってこい。逃げるなよ。ズルして帰らないように家の前で見張っておくからな。さっさと走れ。異能者捕獲適用法によりお前を連行する。この悪魔め、おとなしく歩け。悪魔だとは、クソ、言ってくれるじゃねえか。この話せ。僕こんなことをしてるんだろう。いて、君ちょっとどうしたのさ、具合が悪いの？ねえ、もうダメ。ダメって君、しっかり、死んじゃダメだ。Thank you.
ひどいやつだな、しかし。君は何なの？コーダはコーダという。それよりお前ひどいやつ。どうとしまいつけるんだ、しかし。お腹すいた。え？お腹すいた、そう言ったぞ。しかしコーダも同じ気持ちだ。お前何か出すんだな。ホットドッグならあるよ。食べる？本当？ちょうだい。コーダも食うのだ、しかし。エディとニーノ、怒るだろうな。あんたなかなか都合のいいやつね。普通お礼言う場面じゃないの？そんなことより僕お使いを頼まれてたんだけど。細かいこと一個なし。そして私も一問なのよね。つまり返したくても返せないと。はあ、もういいよ、買い直す。もう冗談よ冗談。無一文ってのは冗談じゃないんだけど、せめてお礼の一つでも言ってあげる。私はイリア、イリアアニーミよ。食べ物をありがとう。そしてこいつはミュース族のコーダ。無理やりついてきたのよね。僕はルカンミルだ。やば、どうしたの？今ちょっと用事を思い出してね。お買い物頼まれてたんだっけ？無一文って言ってたけど。あんた細かすぎ。とにかく逃げないと。追われてるの？待てよ。行き止まりじゃない！そっち行っちゃダメだって。教えようとしたそういうのは早めに言ってほしかったんだけど。あ、来た。後ろだ、しかし。サニア村の転生者だな。とうとう見つけたぞ。マティウス様が貴様をご所望だ。ついてきてもらうぞ。そんなのお断り。誰が村を襲った連中に喜んでついてくっての？我らがアルカの目指す世界を作るためにお前が必要なのだ。さあ。お断りだってば。しつこいのって苦手なのよね。ならば連れて行くまでだ。話してよ。そうだ、話してやれ。いえ、言うんだ。彼女から離れろって。夢の中のように強く勇敢に。耳だよな、さっきの。お前今何も言ってないよな。いや、その。ちょっと、その子は関係ないじゃない。ルカだっけ？あんたとっととどっかに行っちゃいなさいよ。もう
一度言うよ。彼女から。うるせえ。逃げて。こいつら私の村を襲ったの。あんたに何するか分かんないんだから。夢の中の僕、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 夢の中の僕は、僕ならやれるんだ。うわあ。何、やつは。やるじゃん。あいつらと互角に戦うなんてさ、見た目って当てにならないのね。いや、多分運が良かったんだ。僕喧嘩なんて全然だし。でもさっきの力ってさ、まさしく転生者の力だな。これは思わぬ拾い物をした。誰？そいつがマティウスよ。ほんとしつこいやつ。こんなところまで追ってきて、私は何も知らないんだって。いや、お前は思い出すさ、創世力を。センサスの中枢にいたお前なら必ず知っていたはずなのだ。センサス、センサスってラティオってところと戦争している。ほうほう、貴様の記憶を取り戻しつつあるようだな。来るのか。さっきの僕の力を見ただろ。僕には魔人アスラの力が宿っている。手出しするなら命の保証とかできないんだからな。ん？あ、アスラ、アスラだと？いい、これはいい。このへっぴり腰のもやし小僧があの魔人アスラか。やったな、ルカ。受けてるぞ。しかし、な、何がおかしいんだよ。それよりやるのか。いやいや、やめておこう。人目につくとまずいのではないか。確か異能者捕獲適用法だったか。あ、ほら、そこに目撃者がいる。通報を恐れるのならばアスラの力を使えばいい。死体に変えるぐらいわけはないだろう。だが人目をはばかりたいのはこちらも同じでな。イナンナ、そしてアスラよ。また必ず相まみえようぞ。